天気ですね今日も。素晴らしい天気です本当に。こんにちは、平山茂です。今日は11月5日ですね、金曜日でございます。時刻はお昼2時ですね。お昼の2時を回りました。皆様本日も1日お疲れ様でした。お仕事お疲れ様でした。皆様気持ちいいですね。大丈夫ですからね、大丈夫ですから本当に大丈夫ですからね、大丈夫。今日はですね、紙芝居プロジェクトというのを私やっております。で今日はですね、その紙芝居プロジェクトの、ちょっと打ち合わせをねしてきました。プロジェクト自体始まってもう3ヶ月ぐらい経ってるんですかね、もう3ヶ月ぐらい経ってると思うんですけど、タイトル、その紙芝居一発目ですね、一発目の紙芝居のタイトルが決まりました。まあ、決まってはいたんですが、発表いたします。本日発表いたします。平山茂プレゼンツ、オリジナル紙芝居プロジェクト第1弾作品のタイトルは、大丈夫仙人。はい、大丈夫仙人でございます。もうそのまんまですね。大丈夫仙人が出てきます。そんなお話をね、今作っておりますので、また来週はですね、今度は絵を描いていただく作者の方にもねちょっとお会いして、どんどんね話を進めていきたいなと思っております。もちろん台本といいますか脚本ですね、もう内容の方もほぼ仕上がっておりますので、あとはもう着実にですね、一つ一つ作業を行っていけば完成するというような状態でございます。作品、完成作品のですね発表に関してはまだ来年になると思うんですけれども、ぜひですね、特にお子様が小さいね、お子様がいらっしゃるという方にはね、ぜひね作品を見ていただきたいなと、必ずね、いい作品に仕上げたいなと思っておりますので、ぜひお楽しみにしていただきたいなと思いますね。大丈夫仙人、いや楽しみだ。結局ね、僕が紙芝居を作りたいなという、ちょっとね発想からこういう展開になりまして、昔私自身がですねお芝居お役者をね やってる頃の、劇団のつながりで、脚本をね書いていただいたり、絵を描いていただいたり、もう本当に当時の昔ね一緒に劇団を少しやらせていただいてたメンバーとまた同じね、舞台は変わりますが、こういうね作品を作るっていうことがねまたできるっていうのがねすごい楽しいですね。本当にもう10年以上前の話なので、またね一緒にこうやってできるっていうのがすごく嬉しいです。本当に今日はねお見せできるものっていうのは何もないんですけど、ちょっとね、紙芝居プロジェクトどうなってるんだってね、もしかしたら思ってる方もいらっしゃったかもしれないので、ちょっとね先に、
タイトルだけ発表させていただきました。さあというわけで今日はねこの辺りでお別れなんですけれども、週末お休みだという方はね本当にいい週末を過ごしていただきたいなと思います。私もね久しぶりに土日お休みでございます。はい、まあ、お仕事という方はねちょっと大変だと思います。大変だと思いますけれども頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。行きましょう、うん、大丈夫ですから。大丈夫。それではまた明日、また明日お会いしましょう。平山茂でございました。おやすみなさい。